介護やばくね。10人に1人が80歳超え。高齢者デイサービスで仕事してるけど、送迎の人が高齢者、さすがにそこは年齢制限してよって思う。送迎も介護従事者も還暦近い人ばっかだよ。還暦ならまだ若いうちに入るのかな。年下のおむつ替えてますって人もいるくらい。施設もできれば運転は若い人に任せたいけれど、仕方なく高齢の人に運転させている。だって若い人いないから。接客業パート、人手が足りない時間帯は時給がどれだけ上がろうと人が集まらない。やりたいやりたくない以前に家庭の事情などで無理なものは無理なんだろうな。同じく接客業、某ショッピングモールで働いてます。ほんとどこのフロアも人手不足です。なんなら内線をかけても誰も出なかったりする。そのくせお客さんは高齢者が多く、皆さん順番を待てない生き物のようで、私が他の方の応対をしているにもかかわらず、割って入って話し始めたり、私時間ないから早くしてとせかされたり、人手不足なのは私たち側の問題だから私たちが踏ん張るしかないんですが、会社は会社で募集すらかけてくれない。かけたとしても最低賃金に毛が生えたくらいの時給だから問い合わせすらないらしい。その毛が生えた最低賃金で今日も働いてきました。土日祝関係なしの接客業はみんな避けるよね。辞めたいけど、私が辞めるだけでも他の方にしわ寄せが行くからちょっと辞めづらい。ダメだって。それ、他の人に迷惑かけるから辞められないって。それ考えるのは上の人間、パートなんだよ。自分の体とメンタル削ることはないよ。それリアルに私の現状。しかも家でも旦那に甘えんな、どこもきついわと罵倒された。続かない社会不適合者と人格否定された。離婚したいけど八方塞がりで死にたい気分。日本の接客業って激安スーパーなのに一流ホテル並みの接客を求めるから本当に嫌だ。客はいいだろうが従業員は大変だろ。給料上げれば解決するよね。しない。すごい大手なのにいくら上げてもやべえやつがいるの噂が広まってるから誰も来ないし、派遣の担当ですら進めてない。うちの近所はパート急募、時給上げましたみたいな張り紙よく見るけど集まらないみたいで、ずっと募集してる。実際子持ち主婦に時給2000円払うから夕方から働いてくれって言っても無理なものは無理だもんね。やりたいんだけど人員がギリギリだと、子供が急に体調崩した時に休むと迷惑がかかるの分かってるから応募できなくてね。条件良くないから応募しない人がいるってことがあるから、そこをどうにか改善しなきゃね。条件いいやつたまに見つけたら、ほとんど釣り案件なんですけど、ジムで1日3時間週3で未経験も OK の応募して派遣登録したら、それもう決まってしまいましてって、こんな感じが続いてるんですけど、釣りですよね。おとり求人だね。登録しに来た方には1000円分のクオカードを差し上げますで、画像にも文章にも入ってたから言ったら、それは古いデータなので今は差し上げることができませんって言われて、個人情報を書いたエントリーシートを持って帰ってきたし、目の前で消費者センターと本社に連絡入れた。そういうの行く前に派遣会社の口コミ見ると書いてある。平気で嘘の広告出してやり放題。農業は新しい人が入ろうとしても近隣の農家とうまく付き合わないと潰されるみたいだし、難しいのかね。だいたいみんな高齢者だから、気に入られるとこから始めないと技術を教えてもらえないみたいだよ。最近テレビで見たけど、新規参入してる若者が今農業してる高齢者がいなくなる頃が逆に日本の農業の再生のチャンスになるみたいなこと言ってた。世代が一掃されるまでもう少し辛抱かな。駅前のシャッター街とかでも言われてたことだよね。店舗兼自宅にしてる高齢者ばかりだったけど、月日が経ってポツポツ開いて新しい店が出店できるようになって、シャッター街復活の兆しらしい。学問とかでも権威みたいな年寄りがいなくなってから新設が主流になったりするらしいね。年寄りが退かなすぎて停滞しまくりの日本。まず待遇良くしないうちから人の質を求めちゃダメ。その一方で従業員の権利、人権、名誉は最大限尊重すること。昔とは立場が逆転して、向こうは選び放題でも雇う側は相手の代わりはいないの。
同じ待遇でも手取りは悪いんだから、バブル感覚で報酬をあれこれ求めたり、仕事ぶりが気に入らないからって文句つけないで、働かせるじゃなくて働いていただくってことを意識しなきゃダメだよね。看護師です。病棟から退職者が4人一気に出たのに補充なし。おかげで今月は夜勤8回と日勤6回出なきゃいけない。2交代勤務だから1回の夜勤で16時間拘束されるけど、前残業と残業あるから20時間、ひどい時だと24時間いる時もある。補充なしで業務してるんだから、その分お給料発生しないかな。半分本気で誰か倒れれば変わるのかと思いながら何年も経ってます。給料安いくせに不規則なシフトでこき使うところばっかりだもん。体も疲れるけど精神的疲労が半端ないし、もうやりたくないよ。うちの病院は一つ病棟を閉鎖した。高齢者社会にどうすんの。障害者施設もそう。うちの職場は70代が結構いる。この前辞めたドライバーさんは82歳。人手不足で次の人が入らないから引き止められてたけど、辞めてよかったよ。タクシーの人手不足やばい。特に田舎のタクシー、電話しても数時間待ったりとか。車運転しないから必要な時はタクシー呼ぶんだけど、最近すぐには無理だったり、予約は当日のみで不便になってきてる。こちら田舎だけどバスの本数減ってます。ただでさえ少ないのにますます減ってる。だけど年寄りの運転は危険だから、年齢いったら早めに返納してよが世間の風潮だし、今後どうなるんだろうか。タクシーの運転手も減ってて、夜なんて30分待ちとか当たり前。田舎に人がいなくなるよな。自動運転バス、茨城の田舎町はすでに導入してるらしい。安全ならどんどん普及させたらいいと思う。運送業で働いてます。ネットが普及して便利な世の中になってきてるけど、その裏がひどいことになってる。早く届けなければいけないのはわかるし、早く届けたいよ。クレーマーの暴言が辛すぎる。運送業このままだと確実に人手が足りなくなって仕事が回らなくなるから、高速の時速制限上げるんだってね。解決策がそれなの？そんな子供騙しみたいな対策で改善すると本気で思ってるのかな。バカ、最近ただでさえ高速のトラック事故多いけど大丈夫かと思う。安全運転してても突っ込まれたりしたら怖い。物流倉庫業だけど残業の強要がある。私は扶養内だから無理だし割り切って帰るけど、フルタイムの人は家事もできないから家の中がめちゃくちゃで、ついにはシングルの子がぐれて不登校になった。旦那、去年まで宅配の仕事してたけど収入が不安定すぎて稼げない月もあって転職したよ。ガソリンも自腹で痛いし。うちの職場、給料高いんだけど障害者雇用を推進している会社で、その人たちの面倒を見たり指示をしたりで、障害者の割合や精神的な病気の人で半分くらいいてしんどい。しょっちゅう休むし、仕事量が多すぎてしんどいから辞める人が多い。当たり前のように休んでいて、また今日も休みって思う。それが何人もいるとフルだと残業になってしまうし、しんどい。障害者雇用は2人くらいで仕事ができる人ばかりいた方が仕事もはかどるし、いい。障害者同士がたまに切れて喧嘩もするし疲れる。たった一人迷惑客がいるだけで何人にも何十人にも影響あるよね。ある、めちゃくちゃある。基地客一人が次々とトラブル起こして、揉めたお客さんが従業員に八つ当たりしてくるし、もう来るなよと思うのに片道1時間かけてやってくる。面倒なやつほどしつこく来店するのはなぜだろう。あと意地悪おばさんね。新人片っ端からいじめて辞めさすの。すごい優秀でもこいつ削らないと人手不足は解消しないよ。それ系は実害あるからフルリモートにさせるよ。気分の浮き沈みが激しく態度に出て、周りがみんな気を使うような人も同様に。少子化で若い働き手がいない。外国人に頼るしかないけれど、外国人も日本に来れるような人は優秀だから、きつくて給料が安い仕事は選ばない。日本は移民先としてはもう不人気。そんなに高度な人材来ないよ。優秀なら欧州や英語圏に行くよ。オタク文化目当てで来て優秀な人もいるだろうけど。介護の仕事に来ている外国人スタッフに聞いてみた。なぜ日本に来てくれたのか。賃金は安いけれど、日本の優れた看護介護技術を学んでから賃金の高いヨーロッパに行く夢があるんだって。
すごく努力してるんだなと思った。居酒屋バイトの時、かなりギリギリの人数で回してるから飛ぶのだけはやめてほしいし、飛ばれた側は数十円でも給料上げてほしいと思ってた。チームで仕事をしてるけど、一人がバックレると人員補填できない時は残った人たちの負担がでかくなるよね。そのバックレたやつがその後にしれっと出勤しても、もう来なくていいよとしか思えなくなる。人手不足だから、そんなのでも会社側は雇い続けるしかないんだけど、一緒に働く方は割り切れんよ。ブラックとかいらない会社潰して人手を確保してほしいくらい。派遣会社も絡むことで余計な人材と仕事が増えてしまっているから、もうこれからの時代はいらない。正社員で年間休日90日の会社って誰も来ないのでは。給料もいいとは言えないし。休日90日ならまだいい方かも。結構80日切ってるところもあるよね。75日とか誰が働くのっていつも思う。75日なら手取り40万以上じゃないとやりたくないな。ほんとそれなのに、平気で20万前後とかあるよね。結構人手不足なんだね。40代ブランクあり、主婦でも雇ってもらえるかな。働かないといけなくて。雇ってもらえるよ。私15年専業主婦だったよ。ただ最初はきつい。家にいるのが当たり前だったから、毎日仕事に行くのが辛い。ありがとう。最初はパートから始めましたか？正社員ではなくパートです。末っ子が小さいので応援してます。工場もジムなんだけど、5人いたのを4人に減らされた。求人出してても人が来なかったから、そのまま人員削減。4人のうち1人新人で、みんなそれぞれ違う仕事をしていて、朝が激務。誰かが体調不良で休むとてんてこまいになるから有給が取れない。親戚の葬儀でも1日休めなかった。親戚の葬儀でも休まないから、経営者から人員補充しなくてもいけると思われてるのでは。そうなのよ。だから頑張っちゃいけないの。人手が減っても仕事が回ってると思われたら、そりゃ補充なんてしてくれないよね。社員やベテランパートが1人で3人分ぐらいの働きをしてなんとか回してる。新人に求められるレベルが高すぎるから、新しい人が定着しない。人手不足になればなるほどベテランがスキルアップしていく。私が働いてる飲食店でも、ホール幹部がホールも厨房も洗い場もしてる。今月いっぱいでその人が辞めるから、みんなかなり焦ってる。私去年入ったばかりなんだけど、在籍10年とかのパートさんと比べられてるよ。仕事が遅い仕事が遅い言われまくってて、もう次探そうか考え始めてる。最低時給に毛が生えたレベルで、業界知識めちゃ使う仕事内容だし、そりゃ求人ずっと出してるわけだわって納得してる。サービス業や一次産業の人手不足は本当に深刻だね。給与は安いのにそれ以上の働きを求める職場が多すぎるわ。あとサービス業は厄介なお客さんに当たって、二度とやりたくないって人が多いと思う。でも AI が人手不足を解消した時、地獄が始まると思ってる。自動運転どころかペーパーテストすらいまいちだし、人間を駆逐するまでにはかなり時間かかると思う。今のところ仕事奪われてるのはスーパーや飲食店などのブルーカラー目の職業だよね。事務職だったけど、数年前から事務作業をシステム化したりして、どんどん本社事務から現場営業職に移動させられていたから、他業種に転職した。時給を上げる、それはありがとう。でもまずは扶養の制限をどうにかしてほしいよ。結局高時給にしても、稼げるお金に制限があるなら人手不足は解消されないんじゃない？むしろ悪化。頭悪すぎるよ。お金を稼げば稼ぐほど取られるのが末路。仕事のモチベが上がらない。でも生きるためには辛くても頑張らなきゃいけない。みんな頑張ろうね。深刻すぎる人手不足エピについて紹介しました。あなたの人手不足エピ、ぜひお聞かせください。皆さんからのコメント、毎日参考にしています。このチャンネルではガールズチャンネルの有益トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録、高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。